になってたんだけどよ、青春獣の力を吸収するのってどんな感じなんだ？うまいのか？味っていうか、こう、喉越しみたいなのは。ん？誰だ、そこにいるのは。我に気づくとは、騎士殿はなかなか優秀なようであるな。先ほどからこちらの様子を伺っていたようだが、何者か答えていただこうか。そう怖い顔をするものでないぞ。せっかくの美人、笑っていた方が華やぐというものだ。美人？私のことか？いや、そんな大したこと。いやはや、しばらくの間主らを観察させてもらったが、そこの娘、お主何やら随分と奇怪な術を使うようであるな。娘、お主先ほどのあれは青少獣を吸収したのか？その答える義務があるとは思えないな。我々にも事情があるのでね。いや確かに、それもそうであろうな。そこまで隠すほどの秘術、実に気に入ったぞ。はあ？気に入ったって？なんだこいつ、帝国の人間じゃないのか？そこの娘、我はお主が気に入ったぞ。ぜひとも我が一族に迎え入れたい。娘、我と一緒に来るのだ。ふざけるな。こんなどこの馬の骨とも知らん男にうちのルリアをやれるか。たくその通りだぜ。まったくなっちゃいねえな。よく聞いとけよ。こういう場合はまず娘さんを僕にくださいという名台詞を言うのが相場だ。ほうほう、騎士殿は娘の母君であったか。私はまだそんな年齢じゃない。せめて姉妹と言え、姉妹と。それでは故郷に持ち帰る未知の技術を探しているだけであったと。つまりルリアに求婚をしていたとか、そういう話ではないのだな。その通りであるぞ。むしろそういう話なら我としては騎士殿の方が。うるさい、黙れ。しかし私たちも旅を続けなければならないんだ。故郷のために世界を学ぶのは結構だが、ルリアの力については諦めてくれ。ならばどういう原理の力なのか簡単に説明していただけるかな。悪い、それもできそうにねえな。何せオイラたちにも分かってない部分が多いわけだし。そうかそうか、ならば仕方がないな。我もお主らの旅についていくとしよう。どうもこうも言葉通りの意味を、裏表を持たないのが我の美徳でな。いや何、そこな娘だけでなくお主ら全員に興味が湧いてきてしまってな。中でも興味深いのはその一団を率いるお主よ。いかなる人物であるか旅を共にしてじっくり改めさせてもらうぞ。
しく頼む。実は折り入って頼みがあるのだが。ん？どうしたんだよ、珍しく真剣な表情で。うん、何せ今から話す内容は我が翼の一族の禁忌にも関わるものでな。そんな大切なこと私たちが聞いてもいいんですか？いや、お主らを誠の勇士と認めるからこそ協力を頼みたいのだ。そこまで言われちゃ断れるわけもねえよな。恩に切るぞ。実は森の奥の洞窟で帝国が我の探し求めた秘術を研究しているらしいのだが。高所恐怖症を治す秘術だって？ネザワルピリさんの一族の禁忌ってネザワルピリさんが高い場所が苦手ってことだったんですね。何せ我らは翼の一族でな。その王たる我が高所を恐れるなど。でもよ、戦ってる最中とか結構高くまで飛んでねえか？あれは大丈夫なのかよ。大丈夫なものか。あの戦い方は我が一族の伝統ゆえやむを得ないのだ。何故ああも飛び上がらねばならぬのか。上から刺そうと下から刺そうと刺されば同じではないのかなどと何度考えたものか。結構切実な問題なんですね。で、間の悪い時に魔物が。でもあとちょっとの我慢だぜ。悪いことに使ってっけど、帝国の技術力は折り紙付きだからな。この魔物を倒してさっさと先に進もうぜ。これがおそらく研究所のある洞窟か。ついたはいいけど、問題はここからどうすっかだよな。直してくれって正面から言っても聞いてくれやしねえだろうし。いかんな、そういう考え方は。何事もまずは試してみることが肝要であるぞ。頼もう。誰かおられぬか。なんつう大声だ。なんだお前は。実はお主らの研究している秘術を。青の少女にトカゲ。まさかお前ら指名手配の。何やら険悪な雰囲気だ。
我に敵意はないのだが、どういうつもりか知らないが、飛んで火にいる夏の虫だ。知っとらえてる。クソ、こうなり応戦するきゃねえぞ。構えろ。さあさあ、やっぱりハッピーエンドでしょ。すっかり忘れておったわ。そういえばお主らは帝国から追われる身であったな。ったく、笑い事じゃねえんだからな。いや、すまぬ。以後気をつけようぞ。とりあえずは逃げ切れたんだからいいじゃないですかね。でも、とっさに洞窟に逃げ込んじまったからな。出口はどっちだったか。出口ならこの先の3つ目の通路を右に曲がったその先であるな。わかるんですか。なに、我にとっては造作もないことよ。幼少より一度見た道は忘れぬたちでな。すげえ、こいつは頼りになるぜ。こんな能力があるなら高いところがダメでもいいじゃねえか。それはならん。何せ我が追うのは翼の名でな。王は一族の象徴なのだ。我が交渉を克服できぬというのは我だけの問題ではない。交渉を恐れる我を笑うのは構わぬ。しかしな、我は一族を笑う者を許すことはできん。故に我は克服せねばならんのだ。我が翼の一族の名誉と矜持にかけてな。へえ、結構いいとこあるじゃねえか。褒めるな褒めるな。全ては克服してこそ意味のある話でな。まずはここを無事に脱出することこそ肝要であるぞ。さあさあ、勝利である。宴の準備をせよ。え、まだ早い。戻ってこれたんですね。ネタワルピリの活躍もあってな、すごかったんだぜな。でも残念です。結局高いところが怖いのを治療することはできなかったし。そうしょげるな。子供は笑っているのが一番であるぞ。確かに今回の件では何も成果は得られなかった。しかしな、我にはお主のような仲間がいるのだ。我の弱点に本気で向き合ってくれる仲間がな。それを思えばこそ我も己の弱点と長く付き合っていこうと思えるものだ。ひひ、まあまた何かあったらおいらたちも付き合うからよ。気長に行こうぜな。一族の皆さんの元へ帰る頃にはどんな高い場所も平気になってるといいですね。みんな、これからもよろしく頼むぞ。
節のお薬の噂があるんですけど。おお、それは興味深いな。店主、ぜひ詳しく教えてくれ。なんだか思いっきりうさくさいお話みたいですけど。まったく懲りねえやつだぜ。なあなあ、よろず屋の言ってた医者のいる村は本当にこの森の先なんだよな。そうだったと思うけど、でも全然それらしい影は見えてきませんね。よろず屋のやつ、なんか間違えたんじゃねえか。こんな森の奥地にそんなすげえ医者が本当にいるのかよ。そう人を疑うものではないぞ。そうであろう、団長殿。それだけすげえ医者がわざわざこんな田舎に住むんだ。都会に住んだ方がいっぱい仕事がありそうなもんだけどな。うん、それは確かに一理あるな。リーよ、なかなか鋭いぞ。特にその医者は心の病に詳しいそうだからな。何故このような人の少ない森の奥地に住むのか。うん、がぜん興味が湧いてきたではないか。やれやれ、どうせ偏屈なじいさんの変なこだわりとかが理由だと思うぜ。それはそれで興味深いものだ。かように風変わりなこだわりを持ったその理由、詳しく聞いてみたいものであるな。そういえば、ネザワルピリさんはどうして高い場所が怖いんですか？ん？そうか。確かに我が高所を恐れる理由はまだ話していなかったな。いや、何？原因自体はひどくありふれたものでな。あれはいくつの時だったか。ともかく我もまだ幼かった頃の話だ。我は登っていた木の上から真っ逆さまに落ちてしまってな。それで大丈夫だったのかよ。我の体の頑強さは折り紙付きでな、さしたる怪我はしなかったのだが、以来どうにも高所には嫌な想像がつきまとってしまうのだ。そんなことがあったんですね。そういう理由なら高い場所が怖くなっても仕方ねえんじゃねえか。それがそうもいかんでな。我は王なのだ。王たる我が仕方ないと言って一族の誇りを貶めるわけにもいくまい。我は克服せねばならんのだ。これはもはや我一人の問題ではない。でもネザワルピリさんはとっても強いし頼りになるし。我は決して強くなどないぞ。謙遜などではなく事実な。我は高所を恐れるあまり翼の王としての誠の力を発揮できていないのだ。王の誠の力は
今の我の力程度では比べ物にもならんほどと。一族を守る力を持たずして何が多く。ネザワルピリさん、そう暗い顔をするでない。なんであれ、直してしまえばそれで済む話なのだ。さあメイ殿のもとへ急ごうではないか。嫌だね。誰が診察などするものか。なんと、何故そのような。そうだぜ、おっさんすげえ医者なんだろ。ちょっとくらいいいじゃねえか。そもそも前提が間違っている。俺は病の研究者であって医者じゃない。ま、医者の真似事もできなくはないがな。それならネザワルピリさんの診察を。嫌だと言っているだろう。もうそういうことに関わる気はない。そのためにわざわざこんな田舎まで逃げてきたのだからな。ともかくもう行ってくれ。二度と顔を見せるんじゃないぞ。何なんだよあのおっさん、何だってあんな堅くなに。あの態度には何か理由があるようだったが。うわっ、この声さっきの人ですよね。先ほど訪れた家の方からだな。行くぞ。やめろ離せ。俺は絶対に戻らないぞ。困るんですよ博士、突然姿を消したりされちゃうね。あんたの研究は我らがエルステ帝国にとって必要不可欠なものなんですからね。誰か助けてくれ。俺はもう戻りたくないんだ。お主ら、事情は分からんが、もう少し穏便にことを運んではどうだ。ああ、なんだお前ら。助けてくれ。事情は後で説明する。あんたの診察もしてやるから。よし、こうなりゃもう助けねえ理由はねえよな。最初からその気だったみたいですけどね。ね、それでこそ団長殿である。なんだか知らんが、邪魔をするなら容赦はしないぞ。覚悟してもらおうか。
さかあんたたちに助けられるとはな。いや、礼を言うよ。ありがとう。あれを見過ごすことの方が無理というものだ。して、お主は一体何者なのだ。さっきの帝国兵とは。ああ、俺はもともとエルステ帝国で人の心を研究していてな。まさかこんな辺境の村まで追ってくるとはな。本当に助かったよ。たく、帝国の連中はそんなことまでしてたんだな。それで？あんただよな、診察を受けたいって言ってたのは。うん、実は我にはどうにも怖いものがあってな。まあ、話は家で聞こう。俺を訪ねてくるくらいだ。込み入った話もありそうだしな。ありがとうございます。これでなんとかなりそうですね、ネサワルピリさん。うん、団長殿には長らく力を借りたが、ようやく解決しそうであるな。なんだと、今なんと。だから高い場所が怖いかどうかはもうあんたの心持ち一つなんだ。体は至って健康だしな。そんなバカな話があるか。我は翼の王たる使命を誰より強く受け止めている。こうも強く高所を恐れてはならぬと思い続けているというのに。ネツワルピリさん、ともかくすまないが俺にできることはないみたいだ。我は一体どうすればいいのだ。医者にああ言われちまったんじゃもうどうしようもねえよな。時間をかけて直していけばいいんです。ほら、食べ物の好き嫌いを直すのもゆっくり時間をかけて。あんたたち待ってくれ。さっき帝国兵を追い払ってくれたのはあんたたちだよな。そうであるな。さっきの帝国兵たちがまたやってきて、あの医者を帝国の戦艦にさらっちまったんだ。なんだって？あいつらまだ諦めてなかったのか？戦艦に連れ込まれたとなると、事態は一刻を争うであるな。団長殿、すぐに我々も気空艇で後を追おうではないか。見えたぜ、あの戦艦だよな。うん、あの者の姿はここからでは見えぬが。でも帝国の兵隊さんがいっぱいです。救出のためには戦艦に乗り移るほかあるまいな。大丈夫なのかよ、こんな高さで。気空艇を限界まで近づければ飛び移れぬ高さではあるまい。そうじゃなくてよ、空の上でそんなことして足がすくんだりとかは。下さえ見なければどうということはないのである。さあ行くぞ、翼の王たる我に続くのだ。
でもいい？たる力を見せてやろう。もうちょっとドレッシーにしてみようか。良い風だ。我が翼がうずくぞ。早い。おい、どうなってんだよ。中に誰もいねえぜ。兵も甲板に出ていた連中で全てだったようであるな。誰もいねえし、何かを運んでた様子もねえし、こりゃ一体どうなってんだ。あれ見てください。ちゃんとあの連中には言われた通りの嘘を言ってきたからな。あんたたちの作戦も成功したみたいだし、報酬の件忘れるなよ。ああ、ご苦労だったな。後でちゃんと払ってやるから、今はおとなしくしとけ。お前ら。おっと、そう怖い顔しないでくださいよ、博士。我々はあんたを高く買ってるんだ。だからこんな金のかかる作戦を取ってでもあんたを連れ去ろうとしてるわけでね。知ったことか！クソ！暴れないでくださいよ。それに助けを求めてもさっきの連中は空の上ですし。騙されたってのか。どうやらそのようであるな。これから気空艇を着陸させて連中を追い始めたのでは、あの森で連中を見失ってしまう。でも今から急いで着陸すれば。いや、それよりも団長殿、一つ聞きたいことがあるのだがな。団長殿は我に恐れを超えることが、大空を舞うことができると思うか。ならばその言葉信じようではないか。今の我は翼の王でもあるが、団長殿に率いられる気空団の一員でもあるのだからな。この大空が、この翼が、我を誠の王と認めるのならば、この舞台は我の味方となるだろう。心を固めればこそ、校舎の景色も心地よいものだな。おい、バカ！やめろって！ふぅ！さて、ちんたらしてるわけにもいかないからな。ほら、行きますよ、博士。
おい待てよ、俺の報酬を忘れんじゃねえぞ。ああ、ああそうか。ったくバカなやつだよお前。博士、あんたを売った男ですよ。今さらどうなろうと。なんだ何か降ってきたのか。けど狼藉はそこまでであるぞ。何、その者を話してもらおう。この翼の王の名においてな。お前、どこから。まさか飛び降りたのか。我が翼に越えられぬ空はない。大空のすべてはこの翼の王たる我のためにあるのだ。くそ。ありがとう。まさか二度も助けられるとはな。礼を言うのは我の方だ。お主の診察もあったからこそ我は覚悟を固められたのだからな。そうか、あんたの力になれたなら本望だ。それじゃ俺は村を離れるが、どこかでまた会ったらその時はよろしくな。結局いい人だったし、また会えるといいですね。ああそうであるな。おい、どうした、大丈夫かよ。緊張の糸が切れたようでな。今になって腰が抜けてしまったようだ。やっとって感じじゃねえか。高い場所の本当の克服にはもう少し時間がかかりそうですね。王たる力を見せてやろう。